ここは群馬県前橋市。日本のほぼ真ん中に位置するこの地に住む人々は、空っ風と呼ばれるものにプライドを持っている。そんな人たちのことをこう呼ぶことにしよう。前橋エニシビト。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。前橋エニシビト案内人の立川ひろみです。このコーナーは前橋が大好きという前橋エニシビトにお話を伺って、その人から次回のエニシビトをご紹介していただいております。前回千木田源さんからつながる16人目のエニシビトはこの方です。お名前をお願いいたします。山崎正志と申します。はい、こんにちは。こんにちは。山崎さん、千木田さんとはどのようなご縁かっていうのをちょっと教えていただきたいんですけれども。そうですね、私どもの群馬歴史散歩の会のフィールドワーク年11回あるんですけれども、その催し物のところにほとんど参加されてると、そういう関係が単調になりましたね。はい、じゃあその群馬歴史散歩の会ご一緒にやってらっしゃるっていうことなんですかね。はい、はい、今ちょっとお名前出てきたんですけども、群馬歴史散歩の会っていうのはどんなような会なんですか。昭和48年に創立されたんですよ。それでその年の11月15日に群馬歴史散歩という機関誌を発行し始めて、今年の7月ですか、222号を今発刊したばっかりですね、7月で。それから先ほど申し上げました通りに、フィールドワークとして年11回、総会の月の5月を除いてね、11回、なおその中に海外が2回含まれております。あとは、県内県外というものが大きな2つの柱ということになりますね。年齢はおいくつになりますか。ちょうど74過ぎたばかりです。そうなんですか。はい、そんな山崎さん、ご出身はどちらになりますでしょうか。梨の産地の大島梨の産地なんですよね。はい、これはね、大島梨私好きですよ。毎年買ってます。あ、そうですか。はい、これからありがとうございます。はい、じゃあ生まれも育ちも山崎さんは前橋。そうですね。もともとね、基本的には文学系と、それから音楽の芸術鑑賞ね、そういうものが好きだったんですけれども、その元になるものは全て歴史にあるものですから、その辺をもう少し詰めてみないとなかなか理解できてこないんではないかなということでね、歴史の方に30代ぐらいですかね、その頃から興味を持って、この会が48年ですから、その前に私は他の老政教の関係で史跡探訪会という文化団体がありましてね、そちらの方の事務局もやったことがあるんですよね。その延長線みたいな形になってますね。そんなあちこち出かけてらっしゃると思う山崎さんなんですけれども、前橋のここが好き、物でも場所でも人でもお店でもいいんですけれども、ね、はい、前橋について好きなところ、場所なんか教えてもらえますか。大まかに2点あるんですが、1点は日本の歴史の中でね、やっぱり上野の国、上野付け布の国と言われていた古代から中央大和朝廷との関係がすごく深いんですね。藤原家というものが出てくるんですけれどもね、西暦645年の大化の改新、あれに関わった中富の鎌足ですかね、天智天皇から藤原姓をいただいてね、藤原の鎌足という名前に名字になったんですけれども、その奥方は上野上野根の国の車持ちの君の車持ちの敏子、それが奥方なんですね。その間に生まれたのが有名な藤原の不比等。そのつながりはどうしてもね、群馬の関係が関西の方へ行っているんですね。琵琶湖の瀬田の唐橋ということを聞いたことあると思うんですが、あの瀬田は群馬の瀬田の方から行っているんですね。藤原不比等のお母さんの影響と、それから養育してくれた人たち、そういう人たちが群馬との関わりがかなり強かったということが言えるんじゃないかと思いますね。そうなんですね。それでもう一点はね、古墳ですね。前橋には大室に大室古墳群、旧利根川のね
前橋団地と大地と言われている、いわゆるその朝倉山王地帯ですかね、あの辺には数えきれないぐらいの古墳があったんですよ。で今残ってるのは本当に6つ7つぐらいなんですけれども、もう一つは宗者町の方にかなり7、8世紀に関わる、ま、終末期の古墳、そういう順序を踏んで 数えればそれこそ8423基か、その古墳を数えたんですけれども、多分それ以前に相当消されちゃってる部分があるから、まあ、私も専門家ではありませんのでね、あらゆる文献の中で1万から1万2、3000は下らないんじゃないかという古墳があるんですね。だからそれは全国的に見ますとね、岡山はもちろん多いですし、あの一番多いのはやっぱり奈良、だから山城の大阪の方もですね、だから3番目ぐらいに数からいくとあるんじゃないですかね。そうなんですね、はい、そんなですね、いろいろ群馬の歴史、前橋の歴史なんかにも詳しい、山崎さんなんですけれども、前橋をご案内するとしましたら、自分でどのようなコース、オリジナルのですね、山崎さんのプランっていうのを教えていただけたらなと思うんですけれども。そうですね、あんまりあの重複しちゃって申し訳ないけれども、はいはい、やはりあの公園化されてるね、大室古墳群、それはあの前双子、中双子、それから後ろ双子のそばに小古墳というのがありますから、大室とかもあの古墳だけじゃなくて子供も遊べるようなとことかもありますし、そうです、ね、ぜひあの一日遊べるようになってますかね。とにかく広いですからね。そうですね、はい、で今日持ってきた本の中も前橋の文化財というのは7月号の特集の中に載っておりますから、こちらの差し上げていきますけれども、はい、ありがとうございます。本日16人目のエニシビト、山崎正史さんでした。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。